こんにちは、いくくんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこうちゃんの聴覚過敏だった時の話をしたいと思います。こうちゃんはちっちゃい頃もう音が、大きな音が本当に苦手で、大きな音がするとすぐこうね、耳を塞いで逃げてました。で、ちっちゃい頃は、塞ぎながらギャーギャー泣いて、で、なんとかこうね、大丈夫大丈夫って言いながら抱っこしたりして収めようと思ったんですけど、なかなかその音がしてるところは厳しいので、その音から離れてどっかね、静かな場所に連れて行って、どうじゃないけど、いい子いい子みたいな、大丈夫大丈夫って言って、なんとか泣いてるのを収めました。一番苦手だったのが、花火の打ち上げ花火のドーンっていうやつとか、あとお祭りで音だけ出るパンパンっていう花火あるじゃないですか。あれがね、苦手でした。本当に苦手でした。ある日花火のチケットをもらったんですよね。で、うちの近くの海で海水浴場っていうかな、そこで花火大会があるから行こうって言って、で家族で行ったんですけど、で車で行って駐車場を止めて、ちゃんと夜になると始まるじゃないですか、どんどんって。始まったらもう最後というか、どん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 ヒュードーンって感じで音がすごいので、しかも花火大会のその会場だからめちゃめちゃ音大きいじゃないですか。もうこうちゃんはこうなっちゃってギャーで、もうでも逃げるとこないんですよね、車の中にいるぐらいしか。でも他のね、家族は花火見たいし、ちょっとなんか楽しみたいじゃないですか、花火大会の雰囲気を。だから出たいけど、こうちゃんがギャーってなっちゃって、もう泣きすぎて吐くし、もう多分喉がね、ギャーって言ってるから喉が枯れちゃって、もう戻しちゃって、もうなんかめちゃめちゃな思いをしたなと思って、でそれ以来花火大会は行ったことないです。遠くから見る感じでも、いつも毎年夏になると実家のね、庭から花火大会を見ることができるんですけど、それもやっぱりね、まだその頃は苦手で、全然花火なんて見れないし、下手すればもう聞こえない部屋まで行って隠れてる感じだったかな。でも私もめげずに毎年、やっぱりね、こうしてるんですけど、毎年一応実家に連れてって、それはね、やっぱ距離があるんで、遠くの花火を見るだけだから、音は一応してますけど、見るだけだから、抱っこしながら花火だねぐらいの感じで見せつつ、こうね、見ながら耳は塞いでるけど見てるみたいな。でもちょっとだけ見ても怖いから、お家の中に入ってこうちゃんだけなんか遊んでるとか、そういう感じで。でも毎年毎年めげずに連れて行って、そしたら今は全然花火大会、実家から見る花火大会は見れるようになりました。で今なんならあれですよ、携帯で写真撮ったりしてますね。でもね、今年はちょっとあれで中止になっちゃったので、見れないんですけど、しょうがないですけどね。で、あとその花火でお祭りがあるじゃないですか。お祭り、実家のお祭りに私も行くんですけど、そこで始まる前に、やっぱり始まる前とか、持ち投げがあるんですよ。厄年の人がこうね、厄払いでお餅を巻くやつね、お餅投げがあるんですけど、それがスタートする前にスタートの合図っていうか、
そろそろ始まるよみたいな感じでパンパンパンってこう花火が鳴るんですよ。でもな、持ち投げがやりたくて神社に行くんですけど、そのお祭りをね、お祭り楽しむのとね、持ち投げでお餅拾いたいのもあるから行くんですけど、まあ、こうちゃんと持ち投げやりたいと思って行くんだけど、その花火がパンパンってなるともうギャーっていう感じで、で何年かな、1年1回じゃないですかお祭りって。だからしょうがないから、その神社まで行って、でも途中でそのパンパンって花火が鳴っちゃったらこうなっちゃってギャーってなるので、そしたらそこから引き返して、私だけ実家先帰るわって言って、まあ、お祭り楽しめない年が 2,3 年あったかな。でもね、めげずに行きましたけどね、私は。まあ1回ぐらいはもうさすが無理だろうと思って、まあ、私は実家でお留守番してた時もあるけど、まあでもだんだんこの、まあ、2歳3歳4歳5歳ってこう過ごしていくうちにだんだん慣れてきて、で今はもう持ち投げに参加してます。もうね、あの袋を持ってこう、はあ、こっちとか言って持ち投げも参加してます。なんかねすごいと思って、だからめげずに、まあ、嫌だから、その時はやっぱりかわいそうだからね、一応この場所から遠ざけたりしてましたけど、もうでも全くそこには行かないとか、花火は苦手だから聞かせないとかって言っても、まあ、現実社会暮らしてたらやっぱりそういう音に触れることもあると思うので、まあちょっとでも経験の積み重ねっていうのがやっぱり大事かなと思うから、これは毎年連れていて、なんとか克服させたいと思って、っていうか私も祭りも行きたいし花火大会も行きたいから行っちゃうんですけど、まあ、でもそこで私も、まあ、もしぐずって見れなかったらまあ仕方ないやぐらいの気持ちで行ってたら、こう年齢がね、年齢を重ねるたびにちょっとずつ花火の音も慣れてきて、このねめっちゃ泣いた2、3歳の聴覚過敏が過剰だった時、あの時のことを思えばもう今やもう全く感じられないような感じに成長したので、まあ、時期のものかなっていうのと、積み重ねで人間っていうのはやっぱり慣れるので、慣れるようにちょっとずつ鳴ら、ちょっとずつ鳴らすっていうのがね大事かなと思います。あとね、苦手な音がこの赤ちゃんの泣き声、泣き声って言っても、おぎゃーおぎゃーとかじゃなくて、なんかギャーとか、なんかその叫び声っていうかな、そういうのがねやっぱり苦手かな。あとはあれですね、怒った声、怒鳴り声とかはやっぱりね苦手ですね。やっぱ結局音が苦手だから、人に怒られたりそういうのが苦手なのかもしれないです。まあこう平和主義なこうちゃんなので、ね、人が争うことが大嫌いなので、その人の喧嘩してるところとかそういう声を聞くともう耐えられないんで、もうこうなって隠れるって感じですけど、でもまあその隠れ方も自分で編み出したみたいで、ちょっとこの苦手なね、親夫婦喧嘩とか始まったりすればいつの間にかいないとかね、まあ一時はこの夫婦喧嘩をするとやめてみたいな時もあったんですけど、だから喧嘩とかこう怒鳴り合ったり大きな声を出したりっていうのは苦手だったので、まあ今でもあんまり好きじゃないですねっていう感じで、かなり音には敏感でした。でもまあ今は結構大丈夫なので、
どっか連れてってもまあまあ大丈夫になりましたね。やっぱ自分がこう逃げるやり逃げ方やりか逃げ方かな、嫌だった時に逃げる場所とかをこう作ってあげたり、大丈夫だよっていう風なちょっと感じで寄り添ってあげるといいかもしれないですね。まあ、ちっちゃい頃はね、ほんと大変だったので、今ね、多分過敏なお子さんはちょっと大変だと思うんですけど、もう逃げるもよし。だけど、全く遮断してもね、今後、ね、また同じことがあっても全然慣れないので、ちょっとずつ慣らす意味で、まあ、逃げ場所を確保しつつ一応こう体験っていうのはさせてあげたらいいんじゃないかなと思います。まあ、無理にはやらない方がいいですよ。もう二度とできなくなっちゃうかもしれないからね、トラウマみたいになっちゃって。だからできそうなことなら、できそうな音というかね、環境なら、体験させてあげるのもありかなと思います。はい、では今回はこんな感じで、参考になれば嬉しいです。じゃあまた他の動画も見てください。じゃあまたね、ありがとうございました。